皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今週のお便り動画でございますが、テーマをどうでもいい話ということで募集させていただきました。いいですね。私のツイッターアカウントからゲリラ募集させていただいているこちらのお便りコーナー、毎週20分ぐらいとか30分ぐらいとかっていう短い時間にもかかわらず何百通というお話といいますか、お便りをお寄せいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。5通読ませていただきまして、読ませていただいた方にはプレゼントを後日アップバンクストアから送らせていただいておりますので、お楽しみに。じゃあどうでもいい話を私からちょっと一個先にかましたいんですけれども。おう、あるんですね。今キャンディー舐めてます。何の？え、気になる、うん、深掘りしてったらだん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 どうでもよくなくなっていかない？それで言うと、私も今日の朝キャンディー食べてたんです。ベルタースオリジナル。うわ、これ美味しいやつ。今では私がお父さん。孫にあげるのはもちろん。もちろんベルタースオリジナル。なぜなら特別、彼もまた特別な存在だからです。なんかこの豆、前も私舐めたことないんだけど、ベルタースオリジナル。前もマメルトンさんにもらった気がする。最初フェスからもらったで、久しぶりに食べたら美味しいなと思うので買ったんですね。ちなみにマックス村井が舐めていたのはのどすっきりプロポリスキャンディー。渋い渋い。これ高いんですよ。結構高いんですよ。600円とか700円ぐらいするんですよ、これ。のどすっきり、うん、喉にいいんですね。あれは汚い汚い汚ねえな。ほらほら、どうもありがとう。どうもありがとうございました。後で飲みや。どうもありがとうございました。気づかれるまでね、しつけるな。ポケットに、ポケットに、ポケットにマシュマロが。おおおお、マメルトさん、ちょ、え、ありょ、親戚マメルトさん、今日はどうもおりごとございます。あら、このどうも。そう、私別にポケットから何も出てこねえしな。初っ端からどうでもいい感が全開で。じゃあ行きますよ。はい。今回ですね、どうでもいい話ということで、皆様非常にこうたくさん考えに考えて考え抜いたですね、珠玉の名作を200通ぐらい二十数分でいただいたんですけれども、読ませていただきました。今回は選定が私です。今回、うん、読ませていただいてと思ったのは、大半のお便りがですね、いただいたお便りがどうでもよくなかったので、ちょっとこれ読めねえな。ちゃんとしすぎてた、うん、意味ありすぎるな。その趣旨がどうでもいい話なんで。あ、そうだ。村井さんのそのどうでもいい話のこの、このそれどうでもよくないよっていう基準のこの判別結構厳しい。厳しい、うん、いつも始めるときに、うん、ちゃんとどうでもいい話してね。ちゃんと一言入れてから。厳しい、ね、厳しい。じゃあ行きましょう。はい。5つ目からいきまーす。これ多分本名で来てるんで本名は読みません。投稿される際はどうぞニックネームでお寄せください。参ります。はい。今のどうでもいい感じですか。 A さんとしましょう。 A さん、しっかりする、しっかり読むんだ。日の沈みが早く日中の寒暖も厳しいですが、記者の皆様はご健康でしょうか。どうでもいい話ですが、最近の動画を見ていて本当にどうでもいいんですが、マックス氏と高橋君の生え際が交代しているように思えてなりません。本当に自分勝手などうでもいい話かとは思いますが、少し気になります。ああ、確かにどうでもいい。いや、どう、違う、これ失礼じゃねえか、これ。違う、私とか高橋君にとってはどうでもよくはない。これ本人だけど、彼にとってはどうでもいいんだと思う。確かに出た。それ気にしますよね。その人から見てのどうでもいいか、実は他の人から見たらどうでもよくないよみたいな。それできるだけ両方ね、どうでもいいに越したことはないんだけども、誰から見てもね。今回は選定の時にリオナリが横で覗いた時にこれを文章を読んで爆笑したんでピックアップさせていただきました。これどうでもまあまあ人によるってはね。高橋君は高校時代か大学時代、おでこを冷えピタ貼った時に髪の生え際にこうかぶっちゃってぐらいのおでこの広さだったらしいんだけど、今普通に指が3本ぐらい入ってますね。冷えピタ貼ってもね、余ってますね。これは原価の高騰によって冷えピタがもしかしたら幅を狭めたの可能性もありますよね。あ、それはあります。原価の高騰によってポテトチップスの内容量が実はこっそり減ってたとか、うまい棒が実はちょっとちっちゃくなった、一回りちっちゃくなったとか。えうまい棒ちっちゃくなってたの。え
ちっちゃい頃に比べたら駄菓子はね、大体そうっす。嘘、ショック。あの、蒲焼き屋さん太郎みたいなやつもね、若干ちっちゃい。マジでショック。嘘、うん、だからもう、冷えピタもそれちょっとあるかもしれない。あるかもしれないね。発売したばっかりの頃の冷えピタを持ってる方は比べてみたらちょっと全然違うかもしれない。カピカピですよ、カチカチ。それか、あの、顔ごとでかくなったっていうパターンがある。ああ、骨が顔がね。そうそうそう、こう。そんな子供じゃあるまいし、いい年こいた大人が顔そんなワンサイズツーサイズ大きくならないでしょう。ちなみにいろんなところで言ってますけれども、いや、照明のテカリがちょっとなんか、うん、私は父方母方ともにおじいちゃんハゲです、うん、おそらく順当にいけば私も将来ハゲるでしょう。ちなみにハゲ方としてはこうなんですか。おでこ交代型か、あの、てっぺんか。父方のおじいちゃんはおでこてっぺん型です。おでこてっぺん型って何？おでこてっぺん型って何？何てっぺん型？おでこ交代型か、てっぺん。てっぺん型です。あの、父方の、おじいちゃんはてっぺん型です。で、母方のおじいちゃんはもうこの交代型で、だからミックス、だからおでこてっぺん型。そう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 、おでこてっぺん型。もう全部じゃん。ただ私はね、小さい頃あのダイハードを見ていた時にブルース・ウィルス、うん、頭ハゲだけど超かっこいいと思って、うん、ハゲてもいいやって思ってて、あの、全然かっこいいハゲになろうっていうことを、ここ最近もですね、何人かの人に何かのきっかけで話してたら、村井さん、あれはハゲではない、坊主だって言われて、ほうほほダイハードはあのシリーズ重ねていくごとにどんどんあのバン最初ふさふさなんだけど、ダイハードすげえ面白かった、うん、はい、どうでもいいということで大丈夫ですか。認定いただけますか。認定します。マミネトンさんにとっても私の頭皮はどうでもいいということで。だってなんかそんな気にしてって言ったら逆に嫌じゃないですか。まあ確かに、ね、気にしてません。ちょっと今日みたいな。あ、やばいやばい。そう毎回チェックされたら嫌じゃないですか。てか毎日言われると本当にそうなるって言いますからね、心理状況で。村井さんおでこちょっとあれじゃないですか。でも多分ね、前からねこんぐらいだと思うんだよね。角度じゃない、角度はあるんじゃない。角度はほら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 、わかんない、ほら超テカってるけど。でもほら、あんま変化は分かんないけどな、隣で見てて。うん、私もあんま分かんないんだよね。毎日見てるからかな。毎日見てるとあれになっちゃうよ。次行きます。高橋君痩せたこともあんま分かんなかったし。そう、横にいたら高橋君痩せたって分かんなかった。比べて前のデブい時を見て誰ってなった。1年前の動画見た時に嘘だろ、うん、びっくりした。なんやこのタルはって。タル。2通目のお便りいきます。ミシンマルさんからいただきました。お、村井さん、アップバンクの皆さん、オパリオ。あ、何オパリオって。オパリオってあれです、あのモンストアニメの。ああ、オパリオ、オパリオ、オパリオ。今回のテーマがどうでもいい話ということで、最近のとある出来事をお話ししたいと思います。うん、僕は12月13日が誕生日で、友人とレストランでパーティーをする予定があり、12月の1日に予約をしました。そして何日か経った後、そのレストランから閉店することになりましたと連絡があり、パーティーは中止になってしまいました。そして12月13日当日、1日経ってからも誰からもハッピーバースデーメッセージが届くことはありませんでした、という実際にあった話です。これはこれからも楽しい動画、ためになる動画、とても楽しみにしています。長文失礼いたしました。ちょっと待って待って待ってくれ、待ってくれよ。星ヒューマ状態だよ。いろいろ突っ込みどころがありますよ。どうでもいいのか本当に君は。どうでもいいのか。どうでもよくないだろう。しかもですよ、ミシンマルさん、ハッピーバースデーメッセージが届くことはありませんで、もう矛盾というか突っ込みどころすごいたくさんあるんですよ。上げてく突っ込みどころ。あ、どうぞ。まず、なんでお店の亭主は1日に予約して13日にパーティーで、この間に閉店を決めたのか。確かに。いや、もっと事前に分かってるだろっていう。そうね。なんで予約を受け付けたか、うん、お店側の謎、うん、何、なんか急にお店を閉店しないといけないような大変な事件が起こったのかもしれない。お店側ある日朝起きたら味が分かんなくなってしまった。
何を食べても味がしない。ある日来たら厨房がなかった。なんだここはつって脱出ゲームスタート。ある日来たら厨房でハロウィンが焼肉を焼いていた。やばい、ここはやばい、逃げろつって、店間違えてんだよそれ。レストランおかしいよね。おかしい。あとその2、なんでこの人自分で誕生日パーティーのお店予約してんの。あ、気づかなかった。うわ、気づいたら怖い。これだって自分で予約して自分で招待して出るってことだよね、うん、この人自分でだよね、うん、ちょっと私のハッピーバースデー誕生日会あるから来てくださいね。花輪くん、花輪くん的な。花輪くんはやりますよね、自分で。花輪くんはやるよね、うん、てか花輪くん先日か先週やってたよね、誕生日パーティー。招待するけど用意してんのはおじいちゃん、じいやだから。先週じゃない、先週日曜日じゃない。花輪くん誕生日パーティーやってたよね。タイムリーだな。でもマルコがさ、プレゼントなんか変なおもちゃ持ってきてさ、渡したくないみたいなことやってて。見てね。見てね。やってたんすね。やってた。で、じいがデザートが焼き上がりましたよってお母さんから。チーズケーキを持ってきて、で長澤くんがうまいブーうまいブーとか言って、長澤くんじゃねえそれ、あいつあいつブー太郎ブー太郎、うまいブーうまいブーっつって、なんか長澤くんとか泣いてたよね、チーズケーキ食いながら。ちびまる子ちゃん、いい話じゃないですか。ちょっとでもここで言いましょう。なんだい、どうでもいい、ミシマル、うん、ミシマルさん、ハッピーバースデー、あ、ハッピーバースデー。本当にどうでもよさそうな。ハッピーバースデー。違う、何日、先週の何曜日って、何日やったんだな。13日なんで、日曜じゃないですか。あ、日曜か。前日が私の生誕祭で石川県。あー、1日違いか。村さん、2日違いです。おめでとうございます。ミシマルさん、おめでとうございます。どうでもいいんだけどね。いや、どうでもよくない。どうでもよくない、どうでもよくない。この人はきっと辛くて送ったんですよ、無理に。あ、どうでもいいって思おうとしたんですよ。強がっちゃったんだね。そう、強がった強がった、強がりミシンマル。泣いていいんだよ、ミシンマルさん。私の中ではもうパーティー会場をめちゃくちゃにして、こう泣きながらこう床をバンバン叩く星ヒューマの映像がすごい井上に浮かんでるんだけど。あ、マシュマロいただきます。どうぞどうぞ。あ、角みたいですね。しっかり見せなくていいですよ、わかりますよ、さっきの。それ中に何入ってると思います。え、中入ってんの、うん、あ、美味しかったな、あれは。キャーキャー。あ、チョコレート、チョコレート。え、特段そんななんかドッとかな、ないないない、あ、どうでもいい感じですね、はい。何入ってると思ったんですか。いや、私ジャムかなと思った。あ、ジャムでドってなりますね。じゃあ次行きます。次行きましょう。次読んだら私これ1個食べます。あ、どうでもいい。どうでもいいですか、大丈夫ですか。どうぞ。あ、でこの2通はかなりちょっとどうでもよくない、うん、曖昧な基準で選びました、うん、こっからの残り3通のどうでもよさはやばいですよ、うん、一瞬で終わります。 お願いします。一瞬です、いきますよ。まず1通目、はい、あ、3通目、トミーさんからいただきました。どん兵衛のそばをいつものうどん感覚でお湯を入れてから5分待ってたら、そばは3分でよくてすごい伸びちゃった。テヘペロ。どうでもいい、すごい、お手本のようなどうでもいい話だった。例で例文、例文。テストの例文だよこれ。うどんは5分で、でもそばは3分なんだってこと、知らなかった。私も大して意識したことなかった。テヘペロ。まあどうでもいいな、本当に。たまにやっちゃうやつだね。でもね、たまにあるよね、何固くないこれみたいなね、たまに。でもそれで言うと、チキンラーメンとかは3分待たなあかんけど、2分ぐらいで食べるのが好きです。なあ、ちょっとまだ麺硬い状態。チキンラーメンは結構ね、うん、個人分かりますよね、うん、
好みがね。固め派？固め。うん。私普通です。3分きっかり。うん。俺結構やわめ派です。うん。3分半ぐらい。やわやわが好き。どうでもいいっすね。うん、そうっすね。大して盛り上がる話でもなく。こういうのでこういうのでしょ。今日の主旨はそういうことです。そうですよね。いいですか。はい。はい。次いきますよ。3通目読んでからもう1分とかしか経ってないですけどいいですか。大丈夫です。大丈夫です。それぐらいどうでもよかったってことですね。うん、いきますよ。4通目、はい、音楽教マサヤンさんからいただきました。アップバンクの皆さん、宮下社長、フルスペック村井さん、あ、この人古いな。お、フルスペック村井さん、スプマオさん、一口男さん、マミルトンさん、アイタカシ君さん、ハラさん、ガールさん、リオナレさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。僕は肉まんにからしをつけて食べます。終わり？終わりです。いや、ごめんね、申し訳ないよ。挨拶の方が長かった。すさまじい長文とかめちゃめちゃ来たね、うん、200通、いや、見せる方法がないんだけど200通すごい来たのよ。でも、みんな、はい、意味あるんだよ。伝えたいメッセージがそこにはあったんだよ。これを誰かに届けたい、アップバンクのみんなに伝えたい、うん、あったんだよ。それどうでもよくない。どうでもいい。これも、むしろだってニックネームの段階から音楽教っていう情報いらないし、確かにマサヤンでいいし、それも全然興味ない。研ぎ澄まされてますよね、この人のどうでもいい話、うん、すごい。だってもうこのメールアドレスの文字列もちょっと研ぎ澄まされてる。え、何言っちゃダメだけど。結構まんまな。マサヤン、いいね。からしつけるんだ。え、でも関西の人は結構からしつける率高いんじゃないですか。え、言っていいですか、言っていいですか、はい、え、めっちゃつけるよ。え、つけないの。私はつけないんですけど、辛いの苦手なんで。あ、シュウマイみたいな感覚ですか。うん、なんか551絶対入ってますもんね、からし。え、絶対つける。あ、そうなんだ。あの、辛くないからしだったら3個つける。ビュー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 。辛くないからし、辛いからしだったら1個ちょっとだけつける。うん、からしってそんなあります か、うん、なんかたまに辛くないからしあるんですよ。あるある。ああいうの見分け方わかんない。食べてみるしか。ああ。からしは本当にマスタード的なやつですよね。そうそうそう、ね、ほとんど味ないやないかみたいなからしとか結構あって、うん、もうなんかマスタードとか1個全部のっけたところで全然辛くないみたいなのもある、うん、どうでもいいんだ。粉のからしで作る、練り、練る方、あれめっちゃ辛いっすよね。粉のからしとか私知らんで、そんなあんの。粉からなんか、ね、練るからしがあるんですけど、水自分で入れてやるやつですよね。辛いの、あれめっちゃ辛い。シューマイにはからしをつけます。私辛いの全く、そもそもダメなんだ、うん、シューマイつけますよ。とんかつもつけますよ、からしは。私大体つけるよ。他 何つけます、からし。あればつけるよ、大体。何でも？何でも何でも。あの、あれば？デザートとかにはつけんの。え、お、いや、わかりますよ、それは。冷やし中華とか余裕であるからつける。冷やし中華あんじゃん、あんじゃん。冷やし中華、冷やし中華なんてからし鉄板じゃないですか。え？え？は？Google で冷やし中華で画像検索したら、すごい熱が。絶対からしついてるよ。え？待って、見て。Google で。でもね、最近のはないかも。ほら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 、ここにひよこみたいなからしがついてる。ほら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 、本当だ。これもほら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 、信じられない。冷やし中華にからしって、え、鉄板ですよ。俺も食べたことないですけど。ほら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 、合うんすか。え、合うっていうか、なんかからしがついてるねって感じだ。あ、でもマヨネーズは美味しい。マヨネーズは何かけても、うん、市販もカバンに入れてますし、あ、マヨネーズはもう何でも合いますから。冷やし中華は普通の冷やし中華じゃなくて冷麺みたいなやつ、盛岡冷麺みたいなやつ。はいはいはい。冷やし中華で画像検索すると超カラフルっすね。なあ、すごいな。戦隊物買って作りたくなるな。
こんなんたくさん冷やし中華の絵見るの結構初めてだな。結構バリエーションすごくないですか、冷やし中華。オムライスやないか。オムライスやないか、これ。混ざっちゃってるよ、冷やし中華にオムライスが。これなんなんや、これ。オムライスですらない。あ、すげえ、おしゃれ。麺が、麺になんかバジルか何かがこうすり込まれてる風に見える。鶏肉やないか。ただの鶏肉じゃねえかよ、これ。お腹空いてきちゃったもんな。からしね。うん、からしは絶対。うん、初めて知った。ありですよ。冷やし中華始めましたが。歌のね。うん、はい。ね。どうでもよかったね。どうでもよかった。ラスト行きましょうか。ラスト行きましょうか。行きますよ。はい。え、これってまさかあれなのかな。え？セイジピョンからいただきました。ほう。ローマ字でセイジピョン。あ、セイジピョンだ。え、あのセイジピョン？おそらく。私すげえ本文だけ見てパッて選んだんだけど、これあのセイジピョンもしかして。おそらくあのセイジピョン。わお。違ったセイジピョンだったらすいません。とあるセイジピョンがいるんですよ。あの、とあるセイジピョンが。で、もしかしたら違うセイジピョンもいるかもしれないし。でもそのね、文面と顔文字は完全に、あ、マジマジ、うん、偶然選んでしまった。じゃあ行きましょう。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。この前行ったコンビニの店員さんの名前がピカシャで、ちょっとテンション上がったんだけど。ピカシャ、すごいね。ピカシャ、名前でピカシャとか、なんかすごいね。どこの国の方なんだろうね。ピカシャ、ピカシャ、ピカシャで、テンション上がったらしい。テンション別に上がらないよね。ポケモンの回し物。ピカシャってなんだろう。わからん。別に違うな。あ、なるほどね。あ、そういうこと。ひかさようこさんの愛称がピカシャだ、声優のね。あ、そらテンション上がるわ。上がるわ。ああ、なるほどな。そんなのがあったのね。ごめん、これどうでもよくはないな。どうでもよくなかったっすね。ごめん、全然どうでもよくなかった。全然どうなるかだった。ごめんね。ピカソさんは有名ですよね。ちょっと私がね、ちょっとなんか面白い話か何かかなと思ってちょっと勘違いしちゃったわ。どうでもよくなかったわ。ピカソさんは、あの軽音のね、声優とかやってますよね。ねえ、そうやね。だから私も全然すごいびっくりって感じ。なるほどね。あだ名なのかな。あだ名なのかな。いや、でもコンビニのこの名前は本名を書くから。そうだよね、あの海外の方やったんじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。だってコンビニの店員さんでさ、ここの胸のプレートにさ、なんかハラミンとか書いてあったらさ、お前真面目に仕事しろとか思うよ。舐めてんのか。お前舐めてんのか、社会を。なるほどね。さあ、そんなわけでどうでもいい話をたくさんいただきましたよ。いやでも難しかったな。どうでもいい定義って本当に難しいんだな。 3,4 通目の本当にどうでもいい話、麺伸びた、麺の人がすごい良かったね、うん、俺もなんかお手本のような、うん、その人なんか絶長さもなんか、ね、MVP？ うん、個人的にはマメトさんも、うん、私も。じゃあ分かりました。今週の MVP は3人目、どん兵衛のそばをいつものうどんの感覚でお湯入れてから5分待ってたら3分でよくてすごい伸びちゃったテーペロの方にしたいと思います。トミーさん、おめでとうございます。おめでとうございます。どうでもよかったですね。
どうでもよかったですね。いい話聞けた。いい話、どうでもいい話聞けた、本当に。ちょっと200通ぐらい来たんでね、クオリティの高いものといいますか、いろんなものがね。だから、次回もこういう内容でもいいかもしれないね。まあどうでもいい、限りなくどっちでもいいんですけどね。どうでもいいですからね。どうでもいいからね。結局。最後にじゃあ30秒ぐらいずつだけどうでもいい話でもしますか。一人なんかありますか。あ、何何何あるんだ。すげえ。私今すごいハマってるお菓子がありまして、それがコンビニでたまに売ってるこのぐらいの綿菓子なんですけど、それをその家の最寄り一番近いコンビニで毎回会ったら全部買い占めるんですで、あの家で買ったやつはもう食べて次また買いけど、入荷してくれてへん、入荷のタイミング来るまでないままでで、入荷したと思ったら全部綿菓子綿菓子もうね、仕入れちゃえよアマゾンで買おう、業者から仕入れちゃえよアマゾンで箱で買おういや、どうでもいいっすね俺話しましょうか。じゃあ行っちゃって。あの高橋さんのダイエットの漫画を見まして、あれ面白いね。うん、あれ面白いんですよ。いや、もうリリースされたされてるされてる。私ね、すっげえたくさん出てきててね、また私出てる。あれ面白いんですよ。面白いね、あれ。うん、で、あの感化されて、うん、今朝ブランパン買ったんですよ。今更、うん、ほうほうほう、まあ、形から入る人なんで、おうおう、ブランパン買って、いや今日はちょっと少なめにいけるかもしれないって思って、でさっきすっかり忘れててガッツリデカビタガブガブ持っちゃった持っちゃったあ、っていうかマシュマロ食べちゃった、マシュマロ食べちゃったベル…あ、もベルダースオリジナル食べ、うん、あるよね。漫画なんて、ブランパン買った日、ブランパン買った日に限って、あのディベロッパーで相当がいいから、お菓子か食べちゃうんだよな。探して皆さんは自分のどうでもいい話を探して、自分から振ったのにじゃあ探したらどうでもよくなくなるでしょ。確かにやめてくださいよ。だって私がさっきふと思いついた話ってこれなんだよ。何、かわいい、かわいい、アップバンクストアで勤務されている某もみぽさんがちょいちょいこう私の席に来るじゃないですか、ちょいちょい、いろんな仕事柄みたいな。で、先週なんですけれども、村井さんって今お腹空いてたりしますかって言われて、で、いや今食べてきたとこだよちょうどつって、時間ちょっと中途半端なんだけどさつって、今食べてきたんだよねつって、なんかどうしたのつって、ゆうつって戻ってって、でも私また仕事してたらもう間髪入れずにまた来て、村井さんって甘いものとかって好きですかって言って、あ、もう別に基本的に好きだと思うよ、なんか別に嫌いとか何もないよ、甘いものとか別に全然好きだよつって、あ、はい、わかりましたつって、またテケテケって言って、で、私また、おっしゃ、じゃあまた仕事つかそしたら、またしばらく経ったら来て、うん、村井さんってチョコレートとイチゴだったらどっちが好きですか、まあどっちでもいいかな、どっちでも、本当にどっちでもいい、どっちが好きとか言われても、まあ両方とも別に、好きだし、わかりましたつって、またどっか行くから、じゃあまた仕事しようかなって、うん、で仕事してたら私のこの目線のこのキーボードのこの、はい、ここの付け根にね、私はこれでカタ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 って仕事してるじゃない、そしたら音もなく僕からの誕生日プレゼントです。あ、いや、あの、スターのみんなからの誕生日プレゼントです。
ってことにしてくださいみたいな。さっきちょうど外に行った時に可愛かったんで買っちゃったんですよね。いちご味です。何が入ってたんですか？いちごのムースで上にいちごが乗ってて、なんかケーキ、誕生日おめでとうございますって言われて、お前まさかいいやつだな。だからここにたどり着くまでに一体何往復したんだろうかとかいろいろ思いながら、お前超いいやつだな。で美味しく食べて、その後なんかすごい洗うの大変だったのこれ。大変そう。凹凸がもろもろ大変だったの、スポンジが入らなくて。で一生懸命こうやって洗って置いてある。これかわいい。なんかあのろうそくのスタン、あれにも良さそう。あ、いいね。ね、かわいい。いい顔してる。あ、うん、この間あのツイッターで視聴者のサトリンさんっていう女の子からみかんの、え、みかんの次回予告、みかんの缶詰漬け終わり。え、すげえ。これちょっと待って、すごすぎる。ダメ。え、これはどうでもよくない。これちょっと単体でやるべき。すごい。それかわいい。食べなもったいない。次回予告ダメ。え、すげえ。